日程第10、議案第8号、平成31年度伊豆市一般会計予算を議題といたします。提出者から提案理由の説明を求めます。市長。はい、以上。議案第8号、平成31年度一般会計予算について提案理由を申し上げます。平成31年度は、第2次総合計画、前期基本計画の4年目を迎えます。計画がスタートして3カ年が経過しますが、この計画は市民の皆さんが住んでよかった、いつまでも住み続けたいと心から思えるような魅力と活力ある伊豆市であり続けるため、重点的に取り組むべき施策を具体化したものです。平成31年度予算は、地方交付税の段階的な縮減や公共施設の老朽化の進行など、財政を取り巻く厳しい環境の中において、市民への行政サービスの水準を維持しながら、第二次総合計画に位置づけた施策を着実に推進することをテーマに編成しました。平成31年度一般会計の総額は178億9900万円で、対前年度10億7900万円、率にして 6.4% の増、伊豆市としては過去2番目の規模になります。まず、歳入について、市税は人口減少や高齢化率の進行などにより、納税義務者数は減少が見込まれる一方、個人の平均所得額や法人市民税付加額の増加傾向から、景気回復の兆しが見られること、また各税目について、直近の課税状況を精査した結果、全体として対前年度5395万円、率にして 1.3% 増の41億8607万円を見込みました。次に地方交付税のうち、普通交付税は、特例措置終了に伴う段階的な縮減期間の5年目を迎えることから減額を見込む一方、過去に借り入れた資産の償還に応じた交付税参入額を加味し、全体として対前年度1億100万円減の41億6900万円を見込みました。地方交付税などの一般財源が減少する中、事業実施の財源確保のために、国・県支出金は、対前年度2560万円増の28億124万円を、市債は将来負担と後年度における交付税措置とのバランスを勘案しつつ、合併特例債や緊急防災・減災事業債を活用し、対前年度4億8910万円増の21億7500万円を計上しました。次に歳出について、第二次総合計画の重点目標ごと主要事業について申し上げます。重点目標1、魅力あふれる拠点の創造と交通体系の確保について、平成30年度からの継続事業として、月ヶ瀬インターチェンジに隣接する道の駅整備事業に3億7750万円、県沿岸3市3町と連携した駿河湾フェリー事業の運行継続と利用促進に1540万円、継続した基幹指導整備として、小江寺嵐山線、いわゆる三雪橋の架け替えに6000万円、矢熊いかだ場線に8500万円、駅前柏久保線の歩道整備に4000万円をそれぞれ計上いたしました。重点目標に、安全で心地よい生活環境の創出について、地域医療、救急医療対策として、伊豆赤十字病院が更新したMRI などの医療機器整備費補助に3000万円、今後の土地利用の増進が見込まれる牧野港地区の適正な土地利用を誘導するため、牧野港駅周辺整備事業として4024万円、観光防災まちづくり計画に基づき、松原公園内の津波避難複合施設整備事業に3500万円を計上しました。重点目標3、産業力の強化について、東京2020オリンピック・パラリンピック関連事業として、平成30年度に引き続き、機運醸成や情報発信事業に1746万円、
ベロドローム、ラフォーレ修善寺、修善寺駅前のアクセス道路開始事業に3億6200万円。県営内陸フロンティア企業誘致促進事業に伴う非農用地の購入負担金として1億7099万円。平成30年度に旧鹿野幼稚園の改修で整備したサテライトオフィスを活用した IT 企業等誘致促進事業に862万円を計上しました。重点目標4、町への誇りの醸成とブランド力の向上について、文学の里構想実現のための活動支援と旧営林所跡地活用のための測量設計業務に1496万円、自主財源の確保、地域経済の活性化、シティプロモーションを目的としたふるさと納税は、目標額を4億円に設定し、返礼品などの経費に1億5985万円を計上しました。重点目標5、少子化対策と時代を担う人材の育成について、新たに2施設を追加する放課後児童クラブ運営事業に7044万円、平成32年度からの小学校の英語教育化を見据え、1名の増員を行う外国語指導助手事業に3587万円、施設整備の方向性、工事、通学対策、事業費などが盛り込んだ新中学校基本構想策定事業に1000万円、平成30年度からの継続事業として新子ども園建設事業に7億840万円を計上しました。歳出予算のほか、公共施設再配置計画策定支援業務委託など8件について債務負担行為を設定しております。地方債については新子ども園建設事業、道の駅整備事業、広域処理施設整備事業など新建設に関わる事業のための合併特例債、普通交付税の振替措置である臨時財政対策債など総額21億7500万円の借り入れを予定しております。詳細については総務部長から説明をさせます。終わります。ここで補足説明の申し出がありますのでこれを許します。総務部長。それでは私から補足説明をさせていただきます。予算書をまずお願いいたします。議案第8号予算書のちょっとページないんですが3枚目第2表債務負担行為でございます。まず債務負担行為につきましては1つ目公共施設再配置計画策定支援業務委託、こちらにつきましては単年度で完了しないということで31年度と32年度に実施をします。31年度の予算計上をお願いしてありますがこちら750万円、債務負担として550万円、合計1300万円でこの支援業務を実施してまいります。2点目、3点目につきましては、定住促進事業の補助金と一人親移住定住促進事業の補助金、こちら交付期間が24ヶ月となりますので、31年度中の受付分について、32、33年度と債務負担をお願いするものでございます。続いて緊急通報システム事業でございます。31年度まで、今年度までですね、今まで単年度で契約しておりましたが、こちらの対象者が高齢者であるということで、仮に業者が変わった場合など、その緊急通報の操作方法など、変更が生じる恐れがあります。そのため、同じ業者で5年間は契約できるように、今回、
債務負担行為をお願いするものでございます。指定ごみ袋製造運搬業務委託でございますが、こちらは32年の4月から販売する袋の製造運搬の契約を31年度中に契約するというもので、32年の債務負担、リサイクルセンター整備基本構想策定業務委託でございますが、こちらは伊豆市伊豆の国市の組合で新ごみ処理施設の契約後発注となるという予定ですので、こちらも31から32にまたがるということで、32年度を期間とした債務負担。続いて土地改良施設維持管理適正化事業負担金でございます。こちらは用配水道やポンプなどの土地改良施設の整備のための適正化事業資金として新たに静岡県土地改良連合会に負担金として5年間拠出するものでございます。5年間で1年15万6000円でございます。債務負担としましては32から35の4年間62万4000円新規となります。続いて都市計画マスタープラン策定業務でございますが、こちらも都市計画のマスタープランの策定のため31、32の2年間で実施をしたいということで、31年度につきましては300万円を計上済み、32年度につきましては750万の債務負担をお願いするもので、合計で1050万円の業務となります。続いて第3票の地方債でございます。こちらはそれぞれの事業の財源に充てるための記載となります。最初の臨時財政対策債、実質的な地方交付税として借り入れるものでございます。5億6000万円。この臨時財政債ほか12事業に対する記載、総額21億7500万円を予定しております。続きまして、歳入について説明させていただきます。議案書の3ページ、4ページからになります。合わせて、資料としてお配りしております、平成31年度伊豆市当初予算資料も合わせてお願いします。まず歳入、市税でございます。資料は2ページ、1ページ、2ページになります。こちらの資料はございます。すみません、伊豆市のマークの入った当初予算資料と、予算書を合わせて、すみません、お願いいたします。まず、歳入の一貫市税のうちの市民税でございます。個人市民税と法人市民税につきましては、先ほど市長申した通りでございます。個人市民税減年課税分で申しますと、対前年比9900万円増の12億7900万円、法人市民税につきましては対前年比3000万円増の1億9000万円を見込んでおります。続いて2項固定資産税でございます。固定資産税につきましては土地についてはやはり地価の下落が続いているということで減額を見込んでおります。また家屋につきましては設計管理費や再建築価格によります補正率を適用した結果、評価額が据え置かれる家屋が多くなり、当初見込みの下落幅が圧縮されたということで、前年比864万円増額、22億512万円を見込んでおります。
続いて3項軽自動車税でございます。軽自動車税につきましては、登録台数は若干減少しておりますが、新規登録から13年経過しによる、経年住家等の税率改正のための増額、前年比200万円増の9800万円、また税制改正によりまして、10月1日に、自動車取得税に代わって新たに創設される、環境性能割、こちらを272万円見込んでおります。続いて予算書の5ページ、6ページになります。市税の6項入湯税でございます。入湯税につきましては、過去3年間ほぼ横ばい状態ですが、観光振興事業の強化や東京2020オリンピック・パラリンピックに向けての交流客数の増加を見込み、前年比200万円増額の1億1700万円を見込んでおります。続いて予算書の7ページ、8ページ。2巻地方譲与税の3項森林環境譲与税でございます。こちらは新たに森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保するため、国の平成31年度地方財政対策に盛り込まれた新たな森林環境譲与税となります。1600万円。続いて少し飛びまして11、12ページをお願いします。11ページの9巻環境性能割交付金でございます。こちらは消費税率の引き上げに伴い自動車取得税に代わり新たに31年10月以降導入される環境性能割の交付金を3200万円計上しております。続いて10巻2項子ども子育て支援臨時交付金でございます。31年10月からの実施が予定されております幼児教育の無償化にかかる地方負担分を、国により対応してもらうためのものでございます。国の31年度地方財政対策に盛り込まれた、新たな、子ども子育て支援臨時交付金を1440万円計上しております。続いて地方交付税でございます。地方交付税につきましては、まず普通交付税でございます。合併算定外の縮減期間の5年目となり41億6900万円対前年度比1億100万円の減額。特別交付税につきましては東京2020オリンピック・パラリンピック関連費の参入により5億8600万円対前年度比1600万円の増額を見込んでおります。合計としましては交付税合計額で47億5500万円、8500万円の減でございます。続いて、21ページ以降の国権の支出金になります。21ページ15巻国庫支出金の民生費国庫負担金のうち2節の児童福祉費負担金でございます。こちら先ほどの幼児無償化に伴いまして3800万円増加しております。続いて23ページ、4ページ、
国庫支出金の国庫補助のうち5目、土木費の国庫補助金のうち2節の道路橋梁費の補助金、こちらにつきましては、平成30年度に実施した道路整備にかかる物件補償が減額となったことなどにより、社会資本整備総合交付金は9700万円減額の2億3750万円となっております。30年度に物件移転補償等が完了しているということに伴う減額でございます。続いて27、28ページの県16巻の県支出金のうち、まず県費補助金、28ページの4節の一番下ですね、介護保険費の補助金、地域密着型サービス等整備助成事業補助金、3200万円と、など、すいません、と次のページの、再説の2、30ページの一番上なんですが、施設開設準備経費等支援事業助成補助金、合わせまして3920万円を見込んでおります。続いて29、30ページ、同じく県補助金でございますが、4目の農林費県補助金のうち、2節の林業費補助金、これにつきましては、再設の5の高性能林業機械導入補助金、2149万3000円を追加しております。こちらにつきましては、全額県からの補助金となっております。続いて、31、32ページの県支出金のうちの委託金、総務費委託金につきましては、3節で選挙費の委託金がございます。31年度に実施される県議会議員選挙の委託金と、参議院議員の選挙の委託金、合わせまして3432万円を計上してございます。続いて33、34ページの18巻寄付金、一番下になります。ふるさと伊豆市寄付金、いわゆるふるさと納税の寄付額を30年度に対しまして1億円の増額で4億円を見込んでおります。歳入の最後となります。35、36ページにつきましては19巻の繰入金、基金の繰入金としまして、まず財政調整基金から計画的に実施する大型事業などの財源として8億900万円、減災基金としまして、新たに地域振興基金造成のための借り入れの償還に充てるため7200万円、社会基盤整備基金の繰入れにつきましては、統一所庁舎の屋上外壁工事と、中伊豆天城中学校等の中学校の武道場の天井撤去のための財源、合計で1億1400万円、環境衛生施設整備基金繰入れにつきましては、新ごみ処理施設建設のための組合負担金のうち、新施設の整備事業費相当分、452万6000円、基金繰り入れとしまして、次ページになりますが、総額、13億9952万6000円、5億4275万2000円の増額となっております。続いて、歳出でございますが、
歳出につきましては、本日の定例会終了後と明日明日、全員協議会の場で、それぞれ所管する課から、詳細な説明をさせていただきますので、この場におきましては先ほどの、当初予算資料の、3ページ4ページに記載しております性質別の、説明をさせていただきます。当初予算資料の2ページ、3ページ、4ページ、また伊豆市のマークの入った資料となります。こちら、3ページの下から性質別歳出を説明をしております。まず、義務的経費でございます。人件費につきましては、職員数の増加や国政、県政、選挙の実施に伴う職員の時間外等の増加によって、前年比5176万9000円増額の、30億2976万7000円。扶助費ですが、幼児教育、保育の無償化に伴う、私立子ども園の保育園運営費の負担金、また生活保護にかかる扶助費の増額によって前年比7932万円増の22億6544万3000円、交際費につきましては既存の借り入れ利率の見直しや低金利での借り入れが増えたことによりまして利子償還額が減額となる一方、新たな地域振興基金の元利償還に伴い、前年比1億5240万円増額の16億3400万円。義務的経費合計では、前年比2億8348万9000円増額の69億2921万円となっております。続いて、投資的経費でございます。こちらは補助事業が減少する一方で、市の単独事業が増加したことにより、前年全体では対前年度比5億819万1000円増の30億6386万3000円。普通建設事業費のうち補助事業では、社会資本整備総合交付金を活用した指導整備を引き続き実施してまいりますが、東京2020オリンピック・パラリンピック関連、アクセス道路などにかかる物件移転保証費が減額となったことにより、対前年度比では1億5854万6000円減額の8億5291万9000円。単独事業では、天城湯ヶ島コミュニティ複合施設整備事業が完了した一方で、継続事業であります新子ども園の園舎等の建設工事や道の駅整備工事の実施により対前年度比5億3778万5000円増額の19億4273万7000円。また、県営事業負担金としまして、県営内陸フロンティア企業誘致事業に伴う換気生産金など対前年度比1億2895万円、2億6817万5000円を見込んでおります。一般会計につきましては以上でございます。以上で補足説明を終わります。